ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。愛工大名電高校潜入第4弾として谷垣選手のインタビューをお届けします。今枝監督、篠塚選手、濱田選手のインタビューも公開してますので、ぜひご覧ください。インターハイでは3冠を獲得した谷垣選手、まずはそのインターハイ振り返りから伺いました。まず団体戦、準々決勝の東山戦で5番自分が勝つか負けるかで学校の勝ち負けが決まるというところで、みんなそこだったら多分緊張とかすると思うんですけど、自分はそんなことなくて、むしろ相手が1年生だったんで、こっちが3年生なんで思い切ってプレーできたと思うし、決勝でも5番だったんですけど、まあ、その東山戦が上がってよかった。5番で初めて出場してたんで、自分がやらないとみたいなあんまりなくて、1、2番と変わらずに、まあ、ラスト俺が勝ったら、まあ、ヒーローだなと思って三冠獲得後に谷垣選手は、木造さんを見て心技体が揃っていないと三冠にはなれないと思ったとコメントしていました。谷垣選手はインターハイに向けて心技体をどのように高めたのでしょうか。インターハイ前まで心技体、心についてはメンタル面がちょっと、まあ、自分で欠けていたかなとも思うし、技は自分の技術が劣ってるっていうことを2021年の全日本ジュニアで感じさせられたんで、技はもう特に中心的にやって、あと心と体はそれについていけるように頑張ってやりました。プロのトップの選手のプレーを見て、僕はそのプレーがすごいとかよりも、どういう足の使い方をしているとか、どういう戦術の組み方をしているとか、そこを重点的に見たんで、そこは大きかったと思います。あとって言っちゃったけど、なんだろうなんかわかんないな。まあ細かいところは、心技体だったら体ですかね。体作り、ジム通ってて、トレーナーさんに見てもらってて、下半身が弱いって言われてたんで、インターハイまでに下半身強化して臨もうっていうことで、下半身強化に取り組んでたんですけど、インターハイでもうそれが強化されたなって実感できたと思うので、それはいいことだと思います。弾丸のような球が入りまくってました振って、ハイになって負けるならいいなと思いながらちょっとプレーしてて、攻めなくて負けるのはちょっと自分の中で悔いが残るなと思ってやりました。今のプレーで意識してるポイントというか、はい、意識してるのは多分手になりがちなんですけど、ちょっと下半身を使ってバック打つっていうことを自分は中途半端じゃなくて、フォア前をしっかりフォア前打って、バックドライブをしっかりバックドライブってちゃんとメリハリつけて、プレッシャーを固めて入りやすいかなと。インハイ優勝したことで何か変わったところありますか。前よりちょっと視野が広がったっていうか、自分がインターハイ優勝全国制覇ってことで、前まではベスト8とかで止まってて自分だけみたいな感じだったんですけど、優勝した部分って中野選手を結構見るようになって、視野が広がったって感じですね。例えば篠塚だったら最上プレーが多分上手いと思うんですけど、まあ、ちょっと参考にしたりとかして、自分の技術にあこれいいなと思ったやつを加えようかなとか。谷垣選手が高校2年生の時、コロナ禍が直撃。一時期モチベーションを失っていたと話します。去年高校2年生の時のコロナで全然試合がなかった時に、モチベーションが保てなかったっていうか、もう今井先生にも相談したんですけど、モチベーションがもうないですって。今井先生からも、お前の気持ちはよくわかるから、高校3年生の時のコロナ開けて試合ができる時に爆発させるようにって言われて、その目標に向かってやってたんで、高校2年生の時がちょっと一番辛かったです。試合が全然なかったんで、練習もあまりなんか欲が出てないというか、集中力ないって結構言われてたことが多いんで。今枝先生に相談して、よし頑張ろうってなれたんですか。相談してよかったと思います。今枝先生からそういう言葉をもらったんで、自分ももう一回頑張ろうって思ってできました。今枝先生の言葉でそんなに響くものなんですか。なんかすごいものがあるっていうか、存在感っていうか、人とは違ったものを持ってるなって感じます。逆に一番良いなっていう時期は今とかなんですか。まあ、今もなんですけど、自分が思うに中3になっちゃうんですけど、全中優勝した時が一番乗ってたんじゃないかなと思って、世界ジュニアの1位選考会も何人もいる中で1敗だけで1位になったりして、全日本ジュニアで中3でベスト4に入ったりとかして、全国でいい成績とか残せたんじゃないかなって思います。
その時が多分一番乗ってたと思います。中3、高1で上昇気流乗ってて、高2でコロナの影響で試合がなくて、もうちょっと下がってったかなって思って、で高3でモチベーション保ってたんで、インターハイ優勝とか3冠できたんで、まあ良かったと思います。谷垣選手にも愛工大名電はなぜ強いのかを聞いてみました。まず、名電は高校の監督が今枝監督で、中学校が真田監督で、まあ、その存在も大きいと思うし、もうみんな強いんで、毎日が全国大会みたいな練習できてるので、もうみんなが成長することによって自分も成長できると思うし、お互いがお互いを成長できる環境だなってすごく思います。今枝監督ってどういう印象ですか？技術も教えてもらうんですけど、技術じゃなくて結構心、試合の時にもう大丈夫なように心構えっていうか、結構メンタルのことが自分は多いと思います。最後に今後の目標を伺うと、意外な答えが返ってきました。いや、なんかあんまり目標ってないんですよね。もう目の前に集中するっていうか、オリンピック優勝とかオリンピックに出場とか、多分みんなそれぞれ目標あると思うんですけど、自分はもう本当に目の前の一瞬一瞬、それだけをまあ大切に生きていこうかなと思います。まあ目標は相手に勝つことですかね。結構自分は試合でこうしたいっていうことが結構多いと思う選手なんで、それを試合でできるように練習で積み重ねていく、それがモチベーションにつながっているんじゃないかなと思います。こうしたいっていうのはどうですか？最近だと逆回転サービス使うんですけど、サービスエースで得点取る、楽に点数取れる選手になりたいなと思って、で最近そうやってやってるんですけど、試合でできるように、だんだん多分サービスエース取れてきてるんじゃないかなって思います。面白いですね。優秀だ。はい、こうやりたいことがあって。谷垣選手、取材ご協力ありがとうございました。谷垣選手のいいキャラクターが伝わってきて、インタビューもとても楽しく行えました。これで愛工大名電高校潜入動画は最後になります。いかがだったでしょうか？今後もいろんな高校大学に潜入させてもらう予定です。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。あ、さあ、もう一回聞いていいですか？はい、ストレートに強い球を送るにはどういうポイントが？やっぱりクロスよりストレートの距離短いんで、体のキレとか下半身のキレとか、この腕の振りのキレとかを、クロスよりもう一段階キレを良くするというか、それが大事ですかね。その回転で落とすことが多分大事だと思います。キレっていうのはスイングスピードとかそういうことですか？そうですね、スイングスピードが多分一番大事だと思います。Rallies.